はい、始まりましたブルテリアショップチャンネルポルトガル語講座。それでは先生のエベトン先生に来てもらいましょう。どうぞ先生。先生、もうちょっと先生っぽく来てくださいよ。はい、はい、それでは今日は、練習とかで使えるポルトガル講座ですね。ちょっと、では行ってみましょう。はい、今日ちょっとチェンジね、キャラチェンジ。はい、今回は視聴者、あ、ちょっともうこれやめていい、このキャラしんどいからさ、いつもの通り行くよ。ね、ちょっと、はい、すみませんね、あの視聴者さんから神そうね、あの質問がありまして、うん、今回あのこのポルトガル語講座でね、エビってなんていうの、エビ、確かに柔術のエビってわかんないね。エビって言ってるもんね、ジムで。もう見ないけど。ね。で、エビ、エビなんていうの？エビ、ポルトガル語で、うん、ま、これだからさ、シュリンプじゃないの。なんで笑うの？なんかエビっぽいじゃん。じゃあ、ちょっと待ってよ。シュリンプ、シュリンプだけど、うん、ポルトガル語、一緒だもん。ああ、ちょっと待って。カマロン、カマロン、カマロン、カマロンって言う。え？カマロン。カマロン？カマロン。シュリンプ。ああ、それ言うの？カマロン、カマロンって。練習の時。前使ってるけど、うん、でも今は違う。あ、じゃあちょっと待ってよ。そういう動きでしょ。こういう動き、ブラジルのこういう動きのものを言えば当たるかもしれないね。うん、そう、こういう感じでしょ。うん、分かった。サイブラジルで、ブラジルでこういう動き、ピラニア。ピラニアこうやって動くじゃん。ちょっと違う。ピラニアが、うん、こんなピー入れる。これ絞れたんですね。ごめんなさいね、これそのまま見てください。もう分かんないから、いや、ちょっとちょっと恥ずかしい方向に行っちゃったじゃん。そんな風に行くと思わんかった。なんだよそれ。え、じゃあ何、エビは、じゃあエビがポルトガル語はサイダジクワディオ。サイダジクワディオ、サイダジクワディオ、クワディオ、クワディオ。お、難しい。ああ、じゃあ食べるエビのことを言ってるわけじゃないってこと？食べるじゃないよ。ああ、でも、うん、使うよ。カマロン使うよ。あ、カマ、カマ。カマロンやってる。カマロン。うん、言ったら、あ、それはエビって言うわ。エビって言う。ああ、じゃあもう全然違うわ。うん、最後に使うよ。あ、なんで笑ってるの？カマロン、シュリンプのイメージ今。シュリンプ、ちょっとインパクト強かった。ごめんね、じゃあ分からんもんでさ。ということで、シュリンプ大好き。シュリンプじゃない。なんだっけ、なんていうこと、結局エビは、エビは、エビはサイダ、サイダ、ディ、ディ、クワディオ。あ、ここも難しい。クワディオ、クワディオ、クワディオ。らしいですよ。ちょっと何回か再生して見てください。これで再生回数も稼げるかもしれないです。サイダ、ここに書いてある。難しい。サイダ、サイダジ、クワディオ。サイダジ、クワディオ。かな、うん、合ってる、クワドル、合ってる、クワドル、クワドル、クワドル、いやもうここが難しいんだ。うわ、無理ね。あとはさ、ちょっと引っ張りすぎ。あとはシンプル。そればっかり言うな。ちょっとあの練習で使えるような、はい、あのポルトガル語とか、はい、それではちょっと柔術のね質問をするためにちょっと実際来てみましたね。じゃあちょっといいですか先生、はい、質問させていただいて、例えば掴む、掴むとかはなんていうの、ポルトガル語で掴む、掴む、掴む、日本語じゃねえか。ポルトガル語でこれペガダ、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 これだから襟を掴むってら、襟はなんだ、襟はなんだ、襟、襟、ゴラ、ゴラ、ゴラ、ペラダ、ゴラ、ゴラ、ペガダジゴラ。あ、難しい。ペラダ、ペラダの、ペラダ裸ね。ペラダ裸。俺なんか聞いたことあるなと思って。ペラダ、ペラダって違う。ペラダ、え、これ何、じゃあグリップは何、ペガダ。ペガダ。ペガダ。ペラダは裸。ペラダ裸。女の子ね。私もネタ言ってるじゃん。ペラダ。季節して、2回も下ネタ放り込んでもうと、ちょっとやめて。ペガダね。手が、ああ、分かった分かった。じゃあ手が疲れたみたいな、これグリップして疲れたってなったら、え、ハセンペガーダ、トセンペガーダ、トセンペガーダ、センペガーダ、あ、手疲れたみたいな。ええー、何何、シフンのペガーダある。
ね。だからあるグリップがあるかっていうことはない、ないよ。俺ダウンペチある。もう強いよ、ね。テニペがある。そう。違うでしょ。エビとペラーダじゃないの。スケベだから。ペラーダじゃない。スケベラーダじゃん。はいはい、何？うん、あ、もっと質問。例えば練習中に、じゃあ覚えた？何？ペラーダ。ああ、襟なんだっけ、もう今言ったばっかりだったけど、襟はなんだっけ、襟ゴーラゴ、ゴーラ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 ね、はい、ゴーラ、ベガーダベガーダ、ディゴーラゴーラゴーラね、はあ、難しい、難しいね、はい。あと他には、例えば練習で喉が渇いたから、あ、水飲みたいみたいなは、なんかある水飲みたい確かにあなたカルビいっぱい頼むけど。ブレちゃうから、もう忘れた。何の話？そこからやり直すの？何の話か。エビはなんていうの？水やそうじゃない。水は水飲みたい。エウエウケルケルトマトマエルケウトマアグアグあアグは水だ。エルケウトはアグ。あご、あじゃあちょっと違うじゃん。えよ、えよ、ケル、ケル、ベベ、ベビ、ベベ、ベベ、あご、エルケウ、ベベ、あごは、うん、でいいの？はい。あそう、あれさっきとちょっと違う？違う。大丈夫？ちょっと難しいですよ。ああそういうこと、簡単にね、エルケウ、ベベ、あごは、うん、あ、先生、エルケウ、ベベ、あごはって言えば。あの通じると通じる、あこれいいですね、これ使ってみましょうね、いい早速、うん、これ難しい、あそうね、何回もやっぱ見ないとダメね、うん、何回も、ね、勉強しないとね、そうです。例えばあとこうラペラ出すとかそういうのは、ラペラ出す、ラペラ出す、どういうこと、うん、ラペラ出して これ出す、例えば出すとか、チルえソータ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 ラペラソータソータゴーラソータゴーラソータソータゴーラ、うん、まあ、これラペラ出してる、うん、おー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 、なるほど。例えばスパーリングちょっとゆっくり、ちょっと疲れたからスパーリングゆっくりみたいな、あゆっくりやって、そう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 、やってそう、それはあるバムジバガ、うわ難しい、えバモスバモスジバガジ、えバモスジバガ、ジバガ、バモスジバガ、バムジバガ、いつもがそれ言って、うん、他の相手、うん、絶対やらない、いや、そう、柔術あるわね、柔術あるわね、ゆっくり、ゆっくり言ってる、ババババババ、結局ね、それはありますね、これ柔術あるわね、結局これ覚えても、言っても意味ない、意味ない、でも、バムジバガ、ポファボ、ポファボバムスバムスジバガジバガ、うん、わかった、えゆっくり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 ね、バムスジバガジバガバムスジバガ、バムスジバガって言えば一応、まあ、ゆっくりっていうふうには伝えれるね、ただゆっくり来てくれるかどうかは保証できません、そうです、そうね、それ間違いない、ババ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 バキャブラデビュー、グラディキャブラデビュー、ポルトガル語でキャブラデビュー、かわかないの、わかんない、え全然、技あ、よく使う、わかった、こうやってやってるから、
あ、でもあれ文字バグ、あれ文字バグだ。そういうこと考えたら絶対それ文字バグ。それじゃない。これを取る、違う、これを取る、エベトが取るっていうかな、文字キャブラで入れて、もう掴んで、掴んで、これはうわぁ、キャブラキャブラで入れて全然言葉入ってこう、やる前にちょっと言っとけ、言って言葉言葉ないな、これ覚えられないわ。言うか大丈夫。さっき言うよ、もう結構本気で握ってたからびっくりした。ケブラ、これ何、ケブラです、ケブラデンド、ケブラデンド。これやるの？そう、でもそれ使わないね。使わない。でも違う違う。これは、これは使う。本当にそれは使うね。ケブラデートで、でもキャブラデートじゃなくて、うん、俺らが言ってるけどキャブラデート。うん。でも、うん、キャブラペガーダね。ケブラペガーダ。ケブラジペガーダ。ケブラジペガーダ。うん。それは本当に。ああ、ペガーダだからか。あ、さっきの、ね、キャブラデートじゃないね。うん。キャブラデートじゃなくて、うん、ケブラペガーダ。ペガーダ。そう、これ。ああ、そうね。ケブラペガーダ。でもさっきペガーダってあったもんね。グリップ。ああ、そういうことね。ああ、グリップのこと。ああ、なるほど。わかった。そういうのもあるもん。でもゆっくりやってよ、ちょっと。もう。もし、うん、ケブラペガーダできなかったら、うん、じゃあ。おい、それ充実で使わねえ。使う使う。よく使う。打ち合わせにこれいいことばっかやんじゃねえよ。で、できなかったらタッパ中洗う。マジで、こんなの使う？こんなの。もう、いかがでしたでしょうか。もうね、こんなの続いたら体持たないからね。エベトン先生、今日もありがとうございました。もう、ひどい。で、もう一回、最初からも。はい、ね、はい、はい。負荷時間でよ。エビ。あー、シュリンプじゃないね。シュリンプじゃないね。もうシュリンプいいよ。シュリンプでもピラニアでもないよね。ピラニアやばい。ピラニアやばい。どういうことでピラニア使ったら。ピラニアが魚の種類ね。そうでしょ、魚の種類でしょ。でも、うん、違う言葉もある。ああ、そういうことね。ああ、なるほど。こんなの使わない方がいいね。分かった。いいよ。分かったよ。ダメよね。はい。じゃあ終わりますか。もう、終わりたぜ、もう。いやー、もう YouTube でもう一回見るしかない。なんか、まあ何回も見て覚えましょうよ。いや、一回じゃない。蹴飛ばしたい。日本語。怒ったないよね。蹴飛ばしたい。先生怒ってるじゃん、先生。怒ったよ。ちょっと、まあ、何回も見て勉強しましょう、これはね。お願いしますよ、ね、何回も。はい。ぜひ。ただぜひ。ね、あとなんか質問あれば、ぜひね、またコメントしていただけると、すぐね、採用しますんでいいよね。はい。ありがたいですね、あの、エビのこととかもね。そうですね。はい。ぜひ、じゃあ皆さんまたコメントお願いします。じゃあねー。